か。システム的にありえない。ここは GGO、 あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね、何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとセリスカ君、猫の皮が剥がれかかっているよ。な、ふん、猫なんてどこにいるのかしら。そういえばいつき、あなたこそどこに行ってたの。デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね、外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。ですよ。そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合い良すぎなんだから。そうね。でもバザルとジョーならいつまでも待っていると思うわ。あり得る。バザルト君の美点であり多大な欠点は非常にしつこいところだからね。マスター、ジョーはそんなに悪い人ではないのです。優しいわね、レイちゃんは。さっさと片付けるなら手伝うわよ。you
行くときは私も連れて行ってください。僕も見に行こうかな。面白そうだし。キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当を持っていかないと。お弁当は素敵です。マスター、みんなで遊びに行きましょう。私に任せて。